はい、ハムホー、大使でございます。本日はね、負けてしまったんですけど、まあ、負け試合の時もね、動画作れる時は作ろうかなというふうに思います。マジでサムネがね、一番大変なんですよ。最近めっちゃ力を入れててね。もしよければ褒めてください。で、負け試合なんで簡潔に、収穫と今日の語りたいポイントだけお話していこうかなというふうに思います。まずね、収穫なんですけど、これはね、みんな一緒でしょう。サムネにもある吉田輝星の好投。いや、吉田投手ね、今日1軍に上がって今季初登板だったんですけど、素晴らしいピッチング、夏男ですね。もうアドレナリン全開って感じで、最速149キロのまっすぐ、もうバシバシアウトローに投げ込んでました。映像見れてない方いるかもしれないんですけど、もうあれができるなら余裕で勝ちパターン入れますね。川野池田正義に割って入れるぐらいいいなと思うし、やっぱり池田投手、正義投手が負担大きいんで、吉田輝星投手がそこの間に8回の代わりに9回の代わりにって入れるようになると、ブルペン陣かなり楽になりますね。いや、マジで8月から9月ね、多分接戦が増えてくると思うんで、投手の運用が一つ楽になる要素かなというふうに思います。吉田投手ね、今季先発挑戦して、まあ、中継ぎやったりいろいろね、うまくいかなかったことが多かったですけど、ここから1軍で登板しまくって取り返してほしいなというふうに思います。で、語りたいポイント、語るポイントですね、個人的には叩かれるの承知で言うと3点目のタイムリーですね。皆さんが SNS で言ってるのとか言及してるポイントって1点目のタイムリーのところですよね。まあ、つまりセンター前ヒットで松郷がホームに送球して、でそれが2番3番になって、古川選手もそれをキャッチできず先制のホームを踏まれてしまったと。で、あれをやっぱ攻める人というか、送球が悪い古川選手、あれ取れないのはプロとしてどうなのっていう声が多いし、新庄監督もあそこに対しては言及してるんですけれども、個人的にはこのオーダーを組んでる以上、まあ、あり得るかもなっていう温度感なんですよね。まあ、もちろんね、プロとして、まあ、キャッチャーだったら取ってほしいなっていう送球なんでしょうけど、ただ今季メインでレフト守ってた松郷を打撃優先のオーダーにするためにセンター持ってきて、で今季まだ一軍スタメンマスクがそんなに多くない、最近スタメン取りかけてる古川選手をキャッチャーで起用しているので、しかも彼はバッティングがいいキャッチャーなんでね、まあ、そういう意味ではオーダーのメッセージとしては、一つもミスなく競り勝つというよりは1点でも多く取って勝ち行こうっていう、まあ、そういうメンバーにしてると思うので、まあ、ミスが起きること自体は、まあしょうがないのかな、しょうがないって言っちゃダメなかもしれないけど、もう個人的なね、一ファンとしての意見だと、まあ、攻めのオーダー組んでるからある程度は目つむる気なんじゃないかなって思ってました。でもちろんね、センター松郷、キャッチャー古川の課題だと思うんで、ここは選手個人がオフにトレーニングして、取り組んでいくことだと思うので、特に古川捕手は守備面良くなっていくと、代表のマスクまでね、被れるようなポテンシャルだと思うんで、まあ、そこは今後成長していってくれるんじゃないかなというふうに思います。で、3点目のタイムリーですね、そのミスがあった後、上沢投手がもう1本タイムリーを打たれてしまった。私はあそこかなと、止められるとしたらあそこだったかなっていうふうに思ってます。というのも、まあ、エラーがあって点入っちゃったんで心折れちゃうよねっていう上沢選手に対する意見すごく多いんですけど、もうやっぱ上沢投手って実績めっちゃあって、実力もチームの 1,2 を争うそういう選手だし、今オフにねメジャーを目指しているっていうくらいファイターズではレベルの高い選手です。まあ、つまりエース格なわけですよね。で、一方相手の平投手も相当いいピッチングをしてると、1点2点を争う勝負という中で、やっぱりもう1本3点目のタイムリーっていうのは絶対に打たせてはいけなかったと思います。まあ、やっぱりエラーがあったからあそこ打たれてしょうがないよねっていうのは、もう逆に上沢投手には失礼だと思うので、エースとして抑えてほしかったなって私はファンとして思いますね。まあ、ともかく今日は平投手がねめちゃくちゃ良かったんで、まあ、どのチームもめちゃくちゃいいピッチャー相手に勝ち越すのはなかなか難しい。今日なんか特に上沢投手がゼロで抑えるしか勝ち筋がなかったくらいかなと思うぐらいなんで、まあ、切り替えて明日の高橋光成投手、厳しいけれども今の生まれ変わったヒロミであれば投手戦に持ち込めるかなと思うんで、打線が早めに点取って援護してあげてほしいなというふうに思います。まあ、生配信やるかもしれないんですけど、ひとまずここで切り上げます。で、最後にね、中日今日9回に投げた近藤投手、あの今季初登板だったんですけど69球ぐらい投げてね、もう晒し投げみたいな感じで10失点して、首脳陣としてはねベンチに勝ちパターンしかいないんで変えたくないっていうのがあって、それは仕方ないと思うんですよ、定石だと思うんですよ。でもやっぱり近藤投手のことを考えるとすごい
心折れちゃわないかなとか、そのプロとしてやっていく自信が残るかなとか、もうすごく心配になってしまうような登板だったです。で、私はファイターズファンだから、その近藤投手のいきさつとかね、2軍でどういう登板をしてきたとか、今中日がどういう状況っていうのは分かんないですけど、まあ、純粋ににわかと言われてもいいんで、一ファンとして今後はね、近藤投手応援していきたいなというふうに思います。いや、ちょっと感情移入してしんどかったな。頑張ってほしいなというふうに思います。それでは皆さんの本日の試合に対する感想をぜひとも教えてください。今後もファイターズに関する動画を出していきますので、ぜひともチャンネル登録をします。ではまた。